時は第四次任界大戦終結後、とある任務を受けた渦巻ナルトが今まさに里を立たんとしていた。よし、行くか。そうね。あのさ、本当についてくんの？だってあんた一人じゃ心配だし。心配って、ただの新書運びだぞ。しかも砂隠れまでの。別にいいじゃない、私たちたまたま偶然休みなんだから。休暇をどう使おうと人の勝手でしょ。ねえ、ひなた。あの、ダメだったかな。いや、ダメなことはないけど。だったらブチブチ言わない、さっさと出発。はあ、分かったってばよ。はあ、ここまではうまくいったわね。いい？日向、せっかくの機会なんだから、あいつとの関係少しは進展させんのよ。大丈夫、私がしっかり背中を押してあげるって。止まってちゃ何も始まらない。少しでもナルト君と一緒にいたい。少しでもナルト君のことを知りたい。それは私が望んだこと。少しでも前に進もうって決めたんだ。だから行こう。うん、これも一つの忍びの道。かくて旅は始まった。ごめんなさい。よーし。ねえねえ、ギギあんたね、とほほ。
奴にも負けねえ。
方を